はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、伏せられた真実、今回で20回目です。もう20回なんだね。3章の途中からです。さて、一つの問題は解決したが、残りはどうする？移動します。どこに行く？この曲、北の夜みたいだよね。事務所駐車場付近。直樹を追いかける際、目に入った秋の顔が気になる。さっきの場所に戻ってみよう。だいぶ時間が経つので、とっくに引き払っている可能性は高いが。なんか悲しそうな顔してるよ。しかし、予想に反して同じところに秋が一人でポツンと立っていた。怪我はないか？ええ。今まで待っていたのか？悪いが、取材は断る。違うの。秋の顔はいつものレポーターの顔ではなかった。すでに恐怖の表情は消え去っていたが、思い詰めた悲しみをあらわにした顔。その表情はかつて SMC の駐車場で見せたものと同じだった。私、何かを言いたそうにして、秋は話の続きをためらった。俺はこの女にどういう変化が起きたのか興味湧いちゃったんだ。しかし、事務所前にはまだマスコミがいるかもしれない。場所を変えよう。いい店がある。当初の予定とは違って連れができたが、計画通り例の場所で時間を潰そう。目的地に向かって歩き出した俺の後を、秋は黙ってついてきた。バーかすみ、俺の馴染みの店だ。天沼かすみとまなみの姉妹が切り盛りしている。俺がここに通い始めたのはいつだったか。昔すぎてほとんど記憶にないな。どうする？移動します。どこに行く？中に入ります。バーによるのに一番いい時間だ。俺は黙ってドアを開け、秋に向かって入るように促した。いらっしゃいませ。すごい服着てるね。どうしよう。ポインターが出たらどうしよう。澄んだ霞の声が俺たちを出迎えてくれた。連れが若い女性だったことに気づいたまなみが、思わせぶりな笑顔を向け、カウンターの席を案内した。やばくない？この服。やばいよね。こちらへどうぞ。まなみの言葉に従って、俺と秋が霞の前に座る。何になさいます？いつものやつと、何を頼む？え？俺に話を振られた秋は、今日疲れた顔をしたが、ようやく普段の表情が戻ってきた。ああ、私は、そうね、カクテルのおすすめ、何かある？ジンベースでもよろしいですか？うん、好きよ。では、ギムレットなどいかがでしょう？いいわね、お願いするわ。はい、少々お待ちください。急にムービー入ってびっくりしたね。かすみもまなみも余計な詮索はせず、プロとしての仕事をこなしてくれた。秋は店の中をぐるりと見回して、俺に話しかけた。素敵なお店ね。ああ、
事務所が近いこともあってよく利用する。俺のセリフを聞きとがめてマナミがちゃちゃを入れた。あら、よくじゃないでしょ。このところをずっと来てくれなかったじゃないですか。ん？ああ、確かにそうだったな。ふふふふ。そんなお気に入りのお店を私なんかに教えていいの？ああ、そうだな。注意が足りなかった。ふふふふ。秋はグラスに目を落とした。どうする？見る。何を見る？カウンター。丁寧に磨き上げられたカウンターは、座っている者の顔が映るほどだ。かすみたちがいかに店を愛しているか、ありありとわかる。かすみの背中が色っぽいね、だけど。何を見る？神宮寺のグラス。いつものやつと注文すれば迷わず紙を出してくれる。これが馴染みの店の醍醐味か。何を見る？秋のグラス。秋の前には霞が勧めたギムレットが置かれている。ライムの酸味とほのかな苦さがキリッとしたジンの味によく合う。女性が飲む分なので霞のことだから少し甘めに仕上げてあるのだろう。何を見る？うちの秋。路地での様子と比べてすっかり落ち着いた表情になっている。さっきの悲しみに満ちた顔は何だったのか。何を見る？霞。目の前で交わされる会話が聞こえていても態度を変えない。客をもてなすことに徹するバーテンダーとしての資格は十分だ。何を見る？バーだよね。バーので働いてる人ってこんなに色っぽい格好をしてるものなの？私お酒飲めないからこういうところ行かないんだけどさ、全く。マナミを見ます。俺たち二人を興味深い目で見ているが、さすがに割って入ることはない。しかし後で話の種になるのはほぼ決定的だ。もう先ほどの出来事を話題にしても秋は平気だろう。俺は話しかける前に紙を一口飲んだ。戻って話す。誰と話す？うちの秋。何を話す？襲われたこと。さっきは大丈夫だったか？ここに来て初めて秋はテレビ向けの笑顔を俺に見せた。あれくらい平気ですよ。現場でレポーターとかやってればもういろんな大変なことがあるんですから。それにしては顔色は優れないようだったが、あと何か言いかけていたな。今日はちょっとショックだったの。秋は言葉を切って横手の壁を見つめた。さっきの男にね、取材をやめろ、お前の家族がどうなるかわからないぞって言われたの。脅迫まがいの取材妨害ってよくあるんだけどね、あの一言は答えるんだな。俺は昨日の SMC 駐車場でのことを思い出した。その結果不幸になったらお前は責任を取れるのか？誰が不幸になるっていうの？この二人を見ろ。内野さん、もしあなたの家族の命が危険にさらされているとき、あなたは同じことができるんですか？私の家族。二つの場面で共通する言葉は、家族。どちらの場合も家族が強調されている。
秋は家族について特別な思い入れがあるらしい。どうする？話す。誰と話す？うちの秋。何を話す？家族のこと。家族か。秋は返事をせずにギムレットを口に運んだ。こう見えても私、5歳の息子がいるの。あ、そうなんだ。へえ。そうは見えないって、お世辞の一つぐらいあってもいいんじゃない？すまないな。もう、張り合いがない。文句を言って秋が頬を膨らませる。旦那の浮気が原因で3年前に別れてね。悔しくて悔しくてしょうがなかった。その時、2歳の交代って自殺まで考えたのよ。でも子供の寝ている顔を見ていたらそんなことはできなかった。子供を抱きしめてすごい勢いで泣きまくったわ。秋は照れ隠しに少し笑った。だから私決めたの。むちゃくちゃ働いて働いてお金を貯めて子供を幸せにしてみせるって。私の仕事は真実を暴いて公表すること。でもそれは仕事であって子供には関係ないことなのよ。家族のことを絡めるなんて反則よ。秋はグラスに残ったギムレットを飲み干した。何を話す？取材のこと。だがな、事件に絡んだ人間にも同じことが言えるんじゃないか？知られたくない事実、家族や周りへの影響。人は皆誰かとつながっている。傷つき痛むのは自分だけではないんだ。秋は空になったグラスを見つめたまま答えた。分かってる。分かってるから落ち込むんじゃない。そうか。それ以上語る必要はなかった。沈黙が二人の間を支配した。しばらくしてそれを破るかのように俺の携帯が着信を知らせた。誰だろう。 Y ボタンで持ち物を使います。携帯電話使う。俺は携帯を取り出し耳に当てた。神宮寺だ。みそのです。ようやく近くまで来られました。あ、そうだった、陽子が近くまで向かってたんだった。わかった。駐車場の先の角で待っている。電話を切って俺は秋に声をかけた。用ができたんで先に出る。ここはおごるよ。だからといって取材はやめないわよ。ああ、そう言うと思った。俺を見上げる秋の顔はレポーターのそれに戻っていた。ところで神宮寺さん、私を襲ったあの男は誰なの？事件に関係してるの？悪いが答えられない。ふふ、そう言うと思った。どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。また寄らせてもらうよ。はい、お待ちしております。今度はもっと時間を置かずに来てくださいね。ああ、そうする。軽やかなベルの音を残し俺はバーカスミを後にした。ドアの外に出て俺は頭を切り替えた。少し涼しげな風が心地よい。どうする？移動します。どこに行く？事務所駐車場付近。俺はバーの入り口を眺めてから横くんとの待ち合わせ場所に急いだ。そのまま横くんに運転を任せるつもりなので
ノモビッチをセーブしなくてもよかったかもしれない。俺が駐車場の角に到着した途端、ミニも横に滑り込んできた。お待たせしました先生、本当に申し訳ありません。いや、気にすることはないよ。有意義な時間が過ごせたしな。そうですか。俺の答えに片眉を上げた陽子くんだったが、詳しくは聞き返さずに車の運転席に乗り込んだ。俺も助手席に座る。その後ミニは緩やかに発進した。それから事務所の周りにいるマスコミに見せつけてから駐車場に停めた。事務所のビルに近づくと、待ち構えたようにレポーターがそばに寄ってきたものの、俺たちは何の収穫も与えず中へ入った。お疲れ様でした。事務所に着いてから陽子くんが俺をねぎらった。陽子くんこそご苦労様、どこまで行ってきたんだ。名古屋です。名古屋まで行ってきたんだ。ずいぶん遠出したな。まあ鈴鹿と距離そんな変わらんよね、名古屋だったら。ヘリコプターを従えたドライブが楽しくて。ニコニコ笑う陽子くんを見ると、あながち嘘でもなさそうだ。となるとお土産は何かな。先生の調査はうまくいきました。ああ、陽子くんのおかげでな。お話を聞くついでに報告書もまとめたいのですが、よろしいですか。もちろんだ。どうする。整理する。陽子くんが準備を整える間に、今日あった事件の関係者を順番に並べよう。一番目にあった人物は、今日あった事件の関係者の順番は、最初は中津川亮。中津川亮だな。2番目に会った人物は、2番目は田中紀之。田中紀之だな。3番目に会った人物は、今日会った事件の関係者の、3番目か。3番目は和田よしき。和田よしきだな。4番目に会った人物は、字だけで会ったかどうか知らんけどね。4番目は、加藤明。加藤明だな。5番目に会った人物は、今日会った事件の5番目は、鈴木誠一。鈴木誠一だな。6番目に会った人物は、会ったというか、会っちゃったというか、小野寺直樹。小野寺直樹だな。7番目に会った人物は、まあ、陽子だけど、OL、並び替え OL。中津川亮、田中紀之、和田よしき、加藤明、鈴木誠一、小野寺直樹の順番であったんだったな。思考を止めて顔を上げたとき、陽子くんと目が合った。そろそろ陽子くんも用意ができたようだ。どうする。話す。誰と話す。陽子、何を話す。中津川のこと。今日の調査を始めて、まず中津川を見つけた。それは大きな進歩ですね。身を乗り出した陽子くんに俺は首を振った。だが同時に容疑者候補も消えた。中津川さんは誘拐犯人だとは考えられなかったんですか。聞いてみたところ、シナリオの缶詰で情報を遮断していたという話に偽りはなさそうだ。
はっきりとした証拠はないが、嘘をついてるとは思えない。そうですか。何を話す？直樹のこと。あと、直樹とも会うことができた。家に帰るように説得した。もう連絡が入っているはずだ。よかった。無事に解決したんですね。さぞかしご家族の方も喜んでいるでしょう。陽子くんは満面の笑みを見せた。家を出て姿を現さなかったのは、4日後に迫ったシナリオコンテストの発表を待っていたかららしい。直樹さんはシナリオを書いていたんですか？ああ、今回は最終選考まで残ったと聞いた。たくまと喧嘩別れした時、一人前になるまで家に帰らないと心に決めたそうだ。シナリオコンテストで受賞したら一人前だと考えたんだ。直樹さんなりに目標を立てたのでしょうね。でも、あまり褒められた行動ではなかったな。本人も反省しているだろう。何を話す？元 SMC 社員のこと。直樹がくれたメモの人物は、中津川の他は SMC の元社員だった。SMC の会員になっているものに条件を絞ったらしい。いち早くその人たちの容疑を晴らしたいと考えたそうだ。なるほど。やはり SMC の方たちは辞めた後でも小野寺家の皆さんにとって家族同然なんですね。そうらしいな。社員の方も社員の方も同様に思っているようだ。今日はまだ9人中4人しか回ってないが、そのうち3人は今でも SMC のことを気にかけていた。しかし残りの1人、鈴木誠一は違った。鈴木誠一さん、病気の療養中と聞いている SMC の創立メンバーですよね。違うというのは何が？資料が完璧に頭に入っている陽子くんがいぶかしそうに尋ねた。何を話す？鈴木のこと。 SMC の球場の全責任は拓磨にあると考えているらしい。立て直すことなどは念頭になくて、ただ SMC を作った当時の努力が無になるのが許せないそうだ。そんな、俺も信じがたい。だが、鈴木のがんは末期だ。よく余命いくばくもない。あ、陽子くんが息を飲んだ。陽子くんはどう思う？鈴木は拓磨誘拐の容疑者になり得るか？陽子くんは黙ってじっと考えていた。やがて苦しそうに口を開いた。私には分かりません。でも鈴木さん本人が直接手を下していないと推測します。俺もその推測に賛成だ。だから明日は鈴木の周辺を調べるつもりだ。もっとも鈴木は天涯孤独の身で、ヘルパー、医師、看護師くらいしか周りにいないんだが、病院関係はクマさんに任せて、俺はヘルパーに話を聞いて、あとは小野寺家の人々に鈴木の印象を尋ねようと思う。わかりました。何を話す？明日の指示のこと。陽子くんの方はメモにあった残りの5人を尋ねてくれないか？はい。鈴木さんより確かな容疑者がいるかもしれませんね。それはそれで辛いことですが。暗い顔をする陽子くんに俺は強がってみせた。事件が起こっているんだ。全く無傷ではいられないさ。そういう先生も
私と同じ思いなのでは？ん？まあな。こういう時は一杯やると気が晴れるんだが。あら、もう入ってるんじゃありませんか？やはり、ヨコくんは気づいていたのか。軽くな。それが余計呼び水になった。まあ、うふふ。ヨコくんはいたずら小僧をたしなめるような笑いを浮かべて紙袋を差し出した。それでは、これをおつまみにしてください。なんだ？中身なんだ？申し上げていたお土産のウイローです。ウイローな、ウイローって、味がない、味がないイメージしかないんだけど。ウイロー、ウイロー、つまみになんないね。甘いものは、ちょっと。あら、意外とお酒に合うんですよ。そうなの？俺の言葉をさらりと流し、ヨコくんはウイロを切り分けるために流しに向かった。せめて手羽先じゃね？ウイロに酒か。何を飲む？お茶。やっぱりお茶にしてくれ。まあ、そうですか？流しからヨコくんの答えが返ってくる。ヨコくんの術中にはまり、結局お茶とウイローで健康的に夜を過ごした。そして明日ヨコくんは自宅から直接調査に出向いてもらうことにし、俺は朝から SMC を訪れると決めた。小野寺家の人々は鈴木誠一について何と語るのか、鈴木の周辺の人々はどうなのか、早く知りたいようで知りたくないもどかしい気持ち。鈴木が放つ桁違いの存在感に俺は押しつぶされそうだった。やはり今までの容疑者とは違う。しかし容疑者とは思いたくない。あのような動機では、あのような状態では、抗う俺にもう一方の俺は直感が導く真実を告げていた。はい、ありがとうございました。3章はこれで終了です。まあ今作長いねじゃあ次回は4章からですね。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。